く桃の水筒。お出かけの時などに水分不足が心配なので、ミルクや水を持ち運ぶ方法はないかと考えました。ミルク用のスポイトがヒントになりひらめきました。まずはミルクを作ります。ミルクの作り方はそれぞれの説明をよく読んで作ってくださいね。お湯を用意します。福桃用のミルクの粉を適量入れます。しっかり混ぜます。お水を足して程よい濃度にします。そしてこれ、魚型のタレ瓶、ランチャームという商品名らしいです。お弁当とかによく入ってますよね。醤油が入ってたり、これにミルクを入れていきます。指で押して中の空気を出します。口をミルクの中に入れて指を離すと、タレ瓶の中にミルクが入ります。一回ではいっぱいにならないので、また指で押して残った空気を出します。この時かなりの確率で中身が少し出るので気をつけてください。そしてまた口をミルクの中に入れて指を離します。これを何度か繰り返してタレ瓶がいっぱいになったら蓋をします。ミルクを全部タレ瓶に入れていきます。タレ瓶でミルクをあげてみます。抵抗なく飲んでくれました。お出かけポーチの中で飲んでもらいます。こちらも抵抗なく飲んでくれてます。かわいいな。これでお出かけしても水分不足になる心配もないかな。気温が高くなるとミルクが傷まないように気をつけないといけませんね。水を入れておいてもいいかもしれません。ではしばらく私の匂いを覚えてもらうために首にポーチをぶら下げます。先日ポーチのジッパーを開けて脱出されて焦ったので、ダブルクリップでジッパー自体を触れないようにしたら開けられませんでした。まだ仲良くなっている途中なので、脱出されるとお互いにパニクります。バトンチャンネル257、ご視聴ありがとうございました。